はい、こんばんは。ナンバーアイが世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、テレビでミュージックステーションが放送されていたんですけど、今日は人気男性アイドルグループナンバーアイが登場して、ボンをテレビで披露したってことで話題になってますね。で、今日の、ナンバーアイのパフォーマンスを見て思ったのは、やっぱりね、ナンバーアイはかっこいいなと思いましたね。はい。まあ、というのも、ナンバーアイなんですけど、まあ、そのボンもはじめね、まあ、なんだっけ、ゴートもそうなんですけど、まあ、非常にね、かっこいい楽曲ばかりだなと思いますね。はい。まあ、その、まあ、ナンバーアイっていうと、まあ、平野紫耀くん、岸優太くん、まあ、神宮寺勇太くんの3人なんですけど、この3人はもともとね、ジャニーズ事務所の、まあ、その King&Prince っていうグループに所属していたんですけど、まあ、事務所も、まあ、グループも脱退して、まあ、今の新しいね、まあ、ナンバーアイっていうグループにいるんですけど、いや本当にね、まあ、非常にかっこいいなと思いますね。はい。まあ、平野紫耀くんはね、やっぱりイケメンだし、で岸優太くんはやっぱり、まあ、ダンスは上手くて。で神宮寺勇太君に関しては、まあ、歌がね、まあ、超絶にうまいということで、はい、まあ、本当にね、すごいなと思いますね。はい。で、なんだろうな、岸優太君なんですけど、あ、岸優太君じゃねえ、まあ、そのナンバーアイになってからの方が、そのなんかこの3人はね、その生き生きしてて、まあ、その永瀬廉君と高橋海人君と別れたと思うんですけど、まあ、別れた後の方が、まあ、なんか本当にね、その楽曲とかに関しても、まあ、本当にいい感じだなと思いますね。はい。まあ、ということで、まあ、なんだろうな、まあ、どうしてもね、そのナンバーアイっていうと、そのキンプリと、まあ、比較しちゃうっていうのがあるんですけど、なんていうんだろうな、やっぱりあれですね、あれかな。なんだろう、まああれか、まあ本当にね、まあその今日出た、まあそのジャニーズのメンバー、まあスノーマンとか、まあジュニアとか、あとニュースとかも出てたんですけど、やはり、まあそれらのグループと比べても、やっぱりナンバーアイは非常にかっこいいなと自分は思いましたね。はい。いや本当にあれですよね、ナンバーアイは、まあ本当に最高のグループだなと自分は思いますね。はい。まあ、今、その活躍してるね、そのアイドルだと、まあ多分一番かっこいいんじゃないですかね。そのマクドナルドのコマーシャルとかも出てて、はい。いや、本当にね、まあナンバーアイなんですけど、まあ非常にね、まあかっこいいパフォーマンスを見せてくれたので、はい。また彼らのパフォーマンスを見たいなと思いましたね。はい。